私が投票する理由は意思表示をするためです。北九州市立大学2年生池浦遥さん19歳。若者と政治をつなぐ活動をしています。懸念しているのは自分と同じ世代の人たちの投票率の低さです。政策としてなんか若年層にあまりメリットがないという言い方が合ってるかわからないんですけど、自分たちが要望している声が届いてないだけだと思うので、なんか届けていきたいじゃないですけど、より良い未来を作るための願いを一票に託します。政治に参加してるとか政治に関心を持つきっかけにもなり得るし、まあ、そのちゃんと日本人として社会を良くしたいという思いとか、こうなってほしいという思いを伝える手段なのかな。投票は自分の中でのなんか意思表示みたいなものかなと思ってるので、さあ投票へ。